まっすぐを持っていきました。マルテ、セカンドの横を抜きます。タイムリーの板山は二塁にストップ。切り替えがうまくできるというところですね。入った。レフトへ切れなければという飛距離です。しっかりとポールの内側に入りました。マルテ左中間、マルテ狙っていった、飛び込んだ。また追加ゴロで破っていきました。右方向がライトの前、振り切ります。ポルガラビーだと思いますね、はい。レフト前、そこまでのバッティングをこう、うっぷんを払うですね、はい。まあ、この両外人サンドにしても、おー、いった、いい当たり。レフトはもう追わない。第2号うまく合わせました。センターの右に運んでいきました。三遊間ゴロで破っていきました。ストップです、まあ、外中心ならざるを得ないというところ。大きな打球はポールの内側に入りました。どうだこの当たりは、マルテの当たり。先制はタイガースか。大歓声の中レフトスタンド。この当たりもまた行ったか。2打席連続マルテ、ホーム戦をまた描きました。6回の表はタイガースのクリーンナップ。当てただけですが、1、2塁間破っていきました。よかったですよ。打って引っ張った、3塁の頭電光石火、あっという間ところがね、今このタイガース打線の怖さですね。マルテの当たりはどうだ、これがスタンドに届きました。マルテにも抜け出した。マルテのタイムリー、タイガース先制点。打てないっていう、そういう状態ですね。三塁線フェアです。一塁はどうか、際どい、セーフ。懸命に走りましたマルテ。